Stop! ルナ・フレナ。かつて母もルシスの犠牲になった。そして今我が妹までも。そこをどけ。何のつもりだ。無様な王ノクテスをこの場で殺す。邪魔をするならノクティスのども殺す。やらせはしない。守りきれなかった無念さはわかる。だが矛先が間違っている。お前に何がわかる。諦め。いや、誰しも使命を果たしているに過ぎない。俺もお前もノクトも理屈だ。はっ。お前の言っていることは何もかも決める。ルナ・フレナ様の思いまでも殺すことになる。妹はもうもらった。と開くことはない。立ちふさがるなら、お前からだ。だが、の、いや、チェア、はっ、いや、消えろ。受けてみろ。はい、はい、せせあ、くらえ。諦めろ。せいせい、やっと、はい、やだ、やや、はい、やはい、やよし、死ね死ね。受けてみろ。ノクトは偶然に選ばれた王ではない。ノクトだからこそ聖敵が選んだ。ならばその間違いを正すまでだ。お前なら分かるはずだ。親を失ったノクトの気持ちが、背を抑え失ってもなお進み続けなければならない。その辛さが、そんなもの、はい、絶望して死ね、はい、勝てるとでも思っている。ルシスの意味が、諦めろ。我が冒険、受けてみろ。いや、死ね死ね死ね。分かった。はい、全力で行く。ロン、はい、お前の意が、とはでや、うん、はっ、はっ、がん、
はっ、チャッ、いや、いや、はっ、分かっていた。使命を果たした。お前に後悔などないのだと。だが、わずかな間でも愛する者の隣で笑うささやかな望みを叶えてやりたかった。綺麗な花嫁になっただろう。カンナギは死してもその使命から解放されることはない。それすら後悔しないのだ。こいつ行くな、ルナフレナ。残される俺は。